金曜日18時になりました。こんばんは、西陣ワンエイティです。視聴者様ゲスト、吉川さんです。お願いします。はい、出てまいりました。これもいい置物ですけども、この置物はどういった置物なんでしょうか。こちらは、はい、あの実家に出入りをしていただいてた呉服屋さんがたまたま手持ちで、うん、どうですかって勧めてくださったのが、私がまだ20代の独身貴族だった頃に、はいはいはい、つい購入してしまった、はい、ただもう琉球瓶型も京瓶型も、うん、江戸瓶型も何もわからない頃に、はいはいはい、購入してますので。そうなんですね。着こなせません。はい。これなんでまたこんないい置物がタンスにしまわれたんですか。帯合わせを何度かチャレンジするんですけれども、うん、自分が本当に些細なところにこだわってしまってるなっていうのが普段思うんで、例えば桜だから春かしらとか、ここに使ってある色で、例えば白とか紺とかだったら合わせやすいかなと思って合わせてみると、うん、結局小物合わせがおしゃれにできないと、うん、あまりにも平凡な、ね、はいはい、面白くない生き方になってしまうっていうのを、うんうん、なんか置物にも申し訳なくて。なるほど。下の方にしたら、瓶型はこう無地を合わせるとかね、よく言うし、そういう意味ではちょっとネイビーがこういうこれ、こういうのです。はい。印型もね、割とあの、帯合わせに、が難しいって言われるんですよ。バチッと合う色が、なかなか見つけられへんっていうのはよく聞くんですよ。そういった意味で、こういう、ね、無地感覚の、まあ、帯合わせられてるっていうのは一つの正解やと思うんですけど、まあ、ワンエイティのね、エキスパートがいますから。はい。はい、とても楽しみにしております。もちろん、ぜひレスキューしたいと。思いますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあ安田さんお願いします。はい、一番手安田です。もうこれはこの帯だなと思って合わさせていただきました。瓶型って柄がこういう小物の場合は細かいので、先ほどの真っ白な帯のようにこう白の地色のドーンというお柄もよく合うんですけれども、当社の場合は、柄がこれは花かずら帯といいまして、小物の時に髪の毛を束ねる細い帯があるんですけど、薄い紫ピンクのような色ですけど、この色がちょうど下のブルーと引き合って、帯の地色の存在感を非常に出すと思うので、綺麗な古典的な、正統派の合わせ方かなと思います。岩川さんお願いします。あ、まあ、実は当初あのカソリで作ったキウスの帯のこちらを合わせようかと思ってたんですけど、はい、あのお持ちの帯がどれもほら色で合わせるというパターンのコーディネートしてらっしゃったんで、無地感覚の帯を乗せていくという感覚にこれだと近くなっちゃうのかなと思ったんで、急遽変更しました。あ、変えるんですか。はい、うん、あのトルク系のタイルの模様になります。まあ、柄目は割り付けタイルという名前で、ちょっと今年初めてチャレンジしてみた色のコンビ、この紺と黄色のコンビになります。はい、タイルの割り付け文様なんだけど、この詰まってる感じといい、この、 あのタイルの幾何模様の詰まってる感じというのがどっかこう、 共感を生む感じかなという感じで、イメージしてみました。まあ、お色目として、強い黄色、まあ国家大箱がよくやりがちの青の着物には黄色の、黄色の着物には青の帯を乗せるという一つのこうモダンにするパターンの一つなのかなとも思います。まあ、ただあの結構中にこういうちょっといろんな色が入ってるんで、その辺が、お着物の色ともこうしてくるのかなというふうに思ってます。以上です。おばさん、こっちでこっちでしょ、違う感じで行きました。僕も大和さんお願いします。はい、いろいろ試行錯誤がありまして、はい、カットされてますけど、はい、3本目大和の帯です。超一品のね着物ですけども、まあコモンということで、まあね気軽に着ていただきたいということで名古屋帯を合わせています。
で、瓶型のね、この地紋にこう波の柄が使われてます。で、その波を生かした柄なんですが、これは国立国会図書館の話を言っていいかな、言ってあかんの。でもいいんだよ。うん。で、見つけた神坂石火の図案集があるんですよ。で、それを元に作った波のね、図案なんですね。はい、で、原本はね、もっとカラフルなんですけど、この黒で折るときに、こう、ちょっと、ね、色はたくさん使いながらも、ちょっと抑えたようなね、濁色を使って作ったものになります。こういう感じで、まあ、瓶型をどっちかというと立たすコーディネートですね。してみました。はい。では吉川さん、今日の、この3本の中でどれがいいかで決まりましたでしょうか。はい。はい、じゃあそちらの美と一緒にこんなシーン出かけてみたいななんてことをちょっとお伺いしたいです。ものすごく迷ったのがこちらの2本なんですけれども、この安田さんの帯の地色。そこから描かれている景色がこちらの着物桜のみじゃなくていろんな季節にマッチしそうで、はい、ぜひ締めてみたいのと小物合わせでちょっとおしゃれに、うん、していただけたら嬉しいです。はい、YT 上品担当安田ですので誰が小物合わせ方も上品だしときましたラーメンしか食ってない強い色はもう合わせられなかったので薄い中からの選択肢ですけど、まあ、同色系で面白くないのではなく透明感を出すという感じの合わせ方でさせていただきますが、よりね、この見てるからパッと上がってきたかなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。